カーチュンカーチュン60秒でバイク紹介お願いします。 OK 分かった。はい、ウィリエル GTR ですね。グランツーリスモ R っていうモデルになってます。これね、ディスクブレーキのモデルになってますね。ウィリエルはやっぱりちょっと塗装が弱いかなっていうイメージがあったんですけど、最近やっぱすごい改善されていて、なんかすごいツヤもいいですよね。で、赤い色もあります。赤い色は退色しやすいんで、果たして数年後どうかっていうのはあるんですけど、まあ、これだけクリアしっかりしてるとね、しっかりやってそうですね。バイクとしては、ロングライド向けモデル、ちょっと最近元気がないね、ジャンル的にね。だけどウィリエルの GTR はロングセラーモデルですね。非常に人気があるモデルで、何より扱いやすくて丈夫で、そしてカーボンフレームっていうのがね、いいですね。最初お安いアルミロード買って、もうちょっとなんか本格的にロングライドやりたいな、ブルベやりたいなって方とかだと、こういう GTR とかはすごくいいチョイスなんじゃないでしょうか。ハンドルバーとかリッチがついてますし、ウィリエル結構真面目な車種です。おすすめの1台ですよ。